ヒルポルトシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのロート軍に属する軍所属死で、ニュルンベルクの南約30キロメートル、ロート勢の近くに位置する。シュタイン家一門のハインリヒ・ホンシュタインとその息子の、ヒルポルト一世が1280年頃にオピガム、イン・ラピードを開いたとされている。本市は、公式には49の地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。城と村の成立は10世紀まで遡る。13世紀から14世紀にかけて、シュタイン家の居城となった。1354年に、ヒルポルトシュタインは、都市圏を授けられた。シュバイガーフォン・グンデルフィンゲンは1386年に、城と都市をビッテルスバッフ派家のバイエルン港に売却した。ステファン3世、ヨハ2世。 フリードリヒによるバイエルンの分割に伴い、ヒルポルトシュタインは、バイエルン・インゴルシュタット工業に属することとなった。1392年、シテファン3世は、都市圏を承認。バイエルン・ランツフートコ・ルートビヒ9世は、1473年に、ヒルポルトシュタインに境界都市の隣に、トレードケーソンを建設した。校舎の建物は現在、ハウスで画質として用いられている。 1505年、ランツフーと継承戦争で、ヒルポルトシュタインは、プファルツノイブルク公領に編入された。ヒルポルトシュタインは、ハイデック及び、アラースベルクと共に1542年から36年間、帝国自由都市ニュルンベルクに、質の提都として預けられた。フィリップ・ルートビヒは、ヒルポルトシュタイン、ハイデック及び、アラースベルクを金銭を支払い取り戻すと、 ズルツバッハと共に、旧中博オットハインリヒ二世への遺産として残した。オットハインリヒ二世、ホンズルツブルクは、ヒルポルトシュタインの城と、その支配権を妻のドロテアマリアに移蔵した。彼の死後、城の改装を済ますと、1606年に、この未亡人となった、宮中白王人は、ヒルポルトシュタインに移り住んだ。これが、ブルクフェストの起源である。1616 16年。 フファルツノイブルク公ボルフガングビルヘルムは、弟のヨハンフリードリヒに、ヒルポルトシュタインを与えた。1639年に、ドロテア・マリアが亡くなると、ヒルポルトシュタイン女王は荒廃した。さらに1644年に、ヨハンフリードリヒが亡くなると、宮廷所在地としての機能も失われた。1799年、ヒルポルトシュタインは、バイエルン選定公領に編入された。 1862年、ベザーケムとヒルポルトシュタインが設置された。1939年に、地方管区長ヒルポルトシュタインからヒルポルトシュタイン軍が設置され、1972年まで存続した。1972年の市町村再編により、47の村や小集落が合併し、ヒルポルトシュタインは広域自治体となった。 ヒルポルトシュタインは小規模中心都市に発展したが、中規模中心都市に匹敵する機能も多く備えている。ヒルポルトシュタインのラートハウスヒルポルトシュタイン駅、植物油で駆動するエルシュベットモーターは、ヒルポルトシュタインで発明された。ありがとうございます。